スクリュー技つけないとダメだよ。 Get ready for the next battle. と、レジャーランド秋葉原店は100円ですね。相手の名前はめんどくさいから別にここまでやっといてあんまりやる気ないんだけど。Round one. 誰さん？モノベさん。寝てねえよ。本当だよ。KO。ネミーは。Round three.残り20分あるけどやめるとやめちゃう。仮眠したギガースは、ニーが言ってた説はギガースは弱くないんだって。だけどこの今の状態のけ中だとシャキーンに圧倒的に致命的に勝てないって。それはギガスのギガスはジャブとか判定が上なんだけどジャブ系の技が強いでしょ。逆ワンツーもあるしそこら辺をなぜかシャキーンの 3LP が異常に潜って全く機能しなくなっちゃう。ギガスはシャキーンを倒すことが難しいんで下の方と言ってた。だけどシャキーン以外には全然戦えるみたいな普通って言ってたよ。 Round 1 Fight。環境が悪いみたいなこんな感じのこと言ってた。シャキーンの左アッパーはちょっとやりすぎなところある。Get ready for the next battle. あ、思い出した。やること思い出したわ。さんはスイッチの方のスコーピオンはシロシロさんっていうともう NG 奪い切ですからね。次言ったらバンです。ヘロー、アメリカは今何時？4時ぐらい違うな。朝の7時、じゃあ朝の6時45分。Good morning, Jen. Ikono is still there. 16 hours slower. Round three. 8 is USA. Fight. So, yesterday, 10th of August, Monday morning, 6:00 a.m.
45分だよ、アメルカKO Round 4 Fight いや、スコーピオンさん、冗談だよ。あ、これ、コリアプレイヤー。あー、ジェイズナイスミッチ。アーニョハセヨ。ハロー、ブリオ。あ、バリオ。グッモーニングバリオ。朝の6時だって言ってるの。なんで10時に勝手に帰るんだよ。アメリカの人じゃんだろ。知ってるから。あ、そっか、アメリカのね、そう、アメリカのアメリカの中で時差があるから、あの国はやることがでけえよ。え、3時間も時差あんの、アメリカの中で。マジで。Get ready for the next battle.だって確かサンフランシスコついて、いつもエボ行くときにサンフランシスコついてラスベガスに移動するだけで1時間時差があるんだもん。え、ヨーロッパ何時？あ、週でいいかこれ。ヨーロッパの時差ってあんまり分かんないな。シンガポールが1時間ずれてて1時間遅くて、ヨーロッパあたりだと夕方くらいなのかな。1時間、あれか、ハイスクールスチューデント生が学校終わって鉄拳セブンやるぜみたいな感じの、ほらユーロ1ユーロ入れてくぜみたいな感じの時間か。ユーロピアンスチューデントが見てるね。韓国は実はないよ、日本と同じ。イギリスは9時間日本より早いの、遅いの。日本って早いんだよね、世界的に。一番早いのがニュージーランドだよね、多分。ボジョレ・ヌーボーとかニュージーランドが日本より3時間早いんで。いや、マジで、いや、レオね、やってない人には分かんないかもしれないけどね、鉄拳セブンのレオはね、ほんとあれだよ、あれな感じだよ。オーストラリアはそう、日本の下にあるから横にずれてないから時差ないんだ。あ、1時間ぐらい、1時間早い、うん。ゼロから何でもいつも黒黒放送に出るとか黒黒さんを呼びつけにしてんだよ。黒黒さんの放送に出るだろ、うん、そう書け、サンをつけろ、デコスケ野郎。いいよ別に。今からいいよ。書き直す。アリス、死んでください。 Round 1 Fight。 最近あるあれだね、そういうゲームセンターで知り合った人にいろいろ
教えてもらうっていうのもオンラインになっちゃいましたからね、知り合う機会も減りますよね。昔はねえ、そういう、まあ、大抵ねゲームセンターの中で知り合うなんていうのは10人に7人ぐらいはろくでもないやつなんですよね。そんな遊戯場の中で出会う関係っていうのは浅く広くで、それがねまずゲームセンターだからね、東大とか早稲田とか大学に進学するような人がゲームセンターで毎日毎日時間を浪費してるなんていうのは中2ぐらいしかいないですよ。うるせえの、昔から食べたらほんまおっさんやなって、俺の放送に何を求めてるんだ。昔話しかしてねえだろ俺。なんだゼオガルのギガスのスキルを、あ、思い出したやりたいこと、あれ以前さ、今36、以前スイッチの方がさすごいヌメヌメになって画質が良くなったんだけど、今昨日やったらさ、なんか画質がちょっと落ちてるんだけど、なぜ？これ何も俺いじってないんだけどな。なんか画質が荒いんだよな。昔超綺麗だった、2週間前にやってた時超綺麗だったな。設定は変わってないんだけどね。あ、サーバーかな。Get ready for the next battle. サーバー。 Round 1配信ビットレートとかも書いてないですね。ちゃんとメモ取ってあるんだけど、そのままで合ってますね。スコーピオンさん前とか、いや明らかに昨日の放送は画質が荒かった。すげえ綺麗だったんですよ、なんか設定いじったら。ゼオガール KO。ゼオグルって変なのかな。
ッチのスコーピオンさん、僕の過去の放送を見て、いつだ、あ、いや自分で見りゃいいんだよな。ラウンド4ファイト。マイナンバー黒黒だよ、9696だよ。お前マイナンバー聞き出すことは犯罪だからな。Get ready for the next battle. あれ？同じか？戦わなければいけないのか？ New challenger. Round.ちょっと俺このさ今ツイッチの方に貼ります、放送のこれ。ツイッチの方のさ、この過去の放送と今のツイッチって画質同じ？じゃあニコニコにも貼ります。このさツイッチの過去の放送と今のスイッチの放送で画質と同じぐらいですか？What do you think? My past streaming. KO. Round 2. You fight.You think different picture level. Movie level. Beautiful level. Video? Video quality. I think so. Before my streaming more better.You think same? 同じ。あ、ニコニコとツイッチだと画質は完全にツイッチの方がいい。今俺が疑問に思ってるのは、昔の俺の放送のツイッチの滑らかさと今のツイッチの画質が変わったんじゃないかと疑問に思ってて聞いてる。
あ、今綺麗、あのネギや時たまそこら辺確認、お前本キャラじゃん。今日負けが込みますね。セミプロのゼオガラさん、100円で蹴散らしてくださいよ。あ、俺綺麗、しょうがないな。たまやっぱね、綺麗綺麗言われるとお酒飲みに行く。あ、なんだよ、まかり通るパンチラッシュが来たじゃねえか。あ、スコーピオンさんありがとうございます。これは今日も俺のレオの自虐放送できる。ギガースとジャックはどうなんだろうね。ギガースはあんまり暴れないから、ギガースの方がいいんじゃない。あんまりでもこれギガース対ジャックって見ないね。前のオーラほどじゃないだろ。そこをどいてください。 Round 1 Fight。Get ready for the next battle.Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. これで俺があの30分ごとにそわそわして鉄拳に集中できないことから解消されるね。あ、今日中に検定あるよこれ。
スクラブ今検定あるからね、俺。スクラブにチクレスラ入れたことないね。2代目破壊王さん誰？Get ready for the next battle. えっと名前をいちいち入れる。大変やろこれ。名前のところに上の名前のところを取り込む。できないことはないけど、めちゃくちゃ重くなるよ。セカンドさんは誰なの？二代目破壊王さんは誰？太平洋。弟子なんだ。もともとの名前は何なの？詳しいね。あー今日結構こういう負けが多いぞ。実力ではない、神の手が存在するのであろうか。人は皆運命にすら逆らうことはできない。実力で押し切った赤い衝動、これがアスク正解だ。ゼオガル、ジャック、ギガース対ジャックってどんな感じ？有利不利ある？ボブ？お互いめんどい。お互いめんどいぞ。まあそうだね。各案が届いたりするから。はい、戻ってきた。あ、なんだ、マツケン？あ、クロコロさん、はい。はい、こちらクロコロです。
ないです。あったらバカ売れ。10万円でも買う人がいます。50万でも買う人がいると思います。クラウディオコスはいいんです。ちょっと何？日本語からお願いします。クラウディオコスはいいんです。いいですよ。どういうこと？貸し切りのフリープレイもトレモアできます。ただトレジャーボックスを開けたり、スペシャルリベンジマッチとかはフリープレイではできないです。できるんだけどお金、クレジットが必要です。もしよく他のゲームセンターさんであるサービスで500円入れたら5クだから100円1クレで5クレ入れたら3クレサービスみたいな感じで、500円店員さんに渡したら8クレになるみたいな、クレジットのサービスみたいな状態だと、もちろんスペリベとか1クレジット使うんで、スペリベとかトレジャーボックスを余計に開けるとかはできます。フリープレイの状態だとそういう特殊な、もう1クレジットっていう特殊なサービスはフリープレイだとできないです。ギガースのトゥースマって、ギガースのトゥースマってマイナーいくつ？13なんてないと思うよ。あ、なんだ、マツケンリベンジしてないのか。また名前変えんのか、これ。かからないっていうのはどういうこと？立ち途中 RPLK が発生中、分かんない、あの遅さからして14はないんじゃないですか。だからしゃがみからギガースは15とか16打たせられないんですよね。15、パンチ
パンチキックってやつですね。しちゃった？昨日完全にやってた。今週は吉光オフだからな。吉光やりたいんだけどな。でも簡単に赤段に戻れる気がするからレオやろうかな。ファイト。なんか俺でもレオだったら赤田に行けるからレオ強いとか言う、どうしようもない物差しで測ってる人がいるんで、逆に何逆に俺のあれ実はクロクロ自力あるんじゃないかみたいな、そういう考えにはならないのか。おいこら、ラウンド1今日海鮮はいいのかな。北海道はいろいろ大変だったみたいですけど、今日台風が大変だったんでしょ。北海道今年の今シーズンの冬も北海道、アイラブ北海道なんだね。僕は行きますよ、よろしくお願いします。今年の冬に北海道行った時はあのキャッツアイどこだっけな、テルスケ3杯やっ、あでもいろいろやってるんだね。キャッツアイ、あ新川だ、アゲチ君がよくいる場所。新川キャッツアイ行ったらあの謎に俺のコミュニティでテルスケ3杯を始めることになったという。ラウンド2ファイト。じゃああのレオさ2択強いんだけど、2択強いよ本当に。あれしかあれをやることしか許されないよ今回のやつで。いわばロジャーなの。俺今までロジャーとの対戦ってなんか嫌だなって、あの面白くないなって思ってたの。そしたらレオがロジャーになっちゃったからね。これなんか勝つ時ってあこれ相手逃げてんだろうなみたいな感じの、あーすいませんみたいな感じの、勝つとね申し訳なくなる、勝つと申し訳なくなって負けるとイライラするから、レオからは何も生まれない本当に。ラウンド3ファイト。いやっはっ、ちゃっ、吉光やって分かったけど俺攪拌が好きなんだね多分。攪拌がない、吉光って攪拌弱いんだけど、13まで立ちもしゃがみも弱いんだけどさ、な知らず知らず俺攪拌プレイヤーだったみたい。ラウンド4ファイト。3スクミで言うと3スクミ、置き技、置き技ぶっぱかくな、レオは3スクミで言うと必須だよ必須。そう、他がなさそうですというより他をなくされた。この調整はね、鉄拳6からレオは出場して、鉄拳6無印から BR で2万試合を超え、タッグ2も2万試合近くやったレオ使いのクロクロとしてはため息が出る。あのね、
なんかそうされたというより、これはね、多分想定してない感じになってるんだと思うよ。おそらく次の鉄拳7なんとかなんとか R だと多分ちょっと異常に強い技とかね増やされるかもしれないですね。大体そうなんですよ。俺から生まれるのは、そうですね。Round one. Fight. 必須かな？必須しかないんだよ。New challenger. Get ready for the next battle. 必須なのに必須が当たらないっていうキャラクターだからね。Round one. Fight. 3組とかそんなアルカディア言語知らねえよ。俺が鉄拳始めた頃に3組なんて言葉はなかったんだ。いつから3組が公式の言葉になったんだよ。鉄拳3の頃は3空入れるだけでうおーだったんだぞ。ゲーセンが揺れたからね、3空入れただけで。そもそも鉄拳3が出た当初財布が発見されてなかったからね。財布出せるやつなんてなかなかいなかった。今じゃ何なの、カズキさんとかさ、財布さ、ジャブのように振り上がって。でも案外僕はカズヤ鉄拳4までの技だったら使えるんで、鉄拳4のタイムリリースでブライアンが出るまではカズヤ使ってたんで、ね、ワンツーローキックが猛威を振るって。今日全然俺鉄拳の話してねえの、鉄拳7の話してねえの。パーフェクト。ラウンド4。そう、バックダッシュ禁止分かってるじゃん。ほんとこれ、この言葉に尽きる。鉄拳2と鉄拳3やってた時にさ、僕は高校生だったんだけどさ、鉄拳3がギリギリ高3から第1だったな。鉄拳3はバックダッシュしたらね、怒られたからね、マジで。それが何が縦スカとか横スカとか言ってるんすか。あ、バックダッシュで怒られる、分かんない。昔はね、同じ試合の中で同じ空中コンボを使ったら怒られた。まあそう、あ、日本がアホだっただけ知ってますね。Get ready for the next battle.あれ、日本がアホだっただけさんはもしかしてファランツ会の方ですか。ラウンド1ファイト。ピカチュウ、まあ実際そうなんですけどね。ラウンド2ファイト。なんかね、そう、ハウスルールがまかり通ってたみたいな感じで、で、安定コンボを入れちゃいけないとか、同じ空中コンボを1試合で2回使っちゃいけない、花を見せない、見せプレーをしないとダメみたいなのが普通だったんですよ。それをさ、当時大学生とか大人、まあ鉄拳上手い人たちがそれを突き通してるわけよ。突き通してて、高校生の俺たちが、そう、武士道、完全に武士道、高
校生の俺たちが勝とうと思ってさ、勝ちたいってなると思う。だから昔ノーマルジンが鬼殺し持ってたんだけど、右横移動 RP で鬼殺し持ってたんだけど、ノーマルジンが鬼殺しジャブ羅刹門っていう簡単で超減るコンボがあるんだけど、それを使ったら怒られたからね。で、その後チャンイクスさんが日本に来て無敗で帰ったんで、100連勝以上してプレイマックス戦に来て、まあ要はガチだったんだよね。デイでだゲームの対戦をガチで対戦するって、誰が強いんだっていうゲームを突き詰めたものがチャンイクスさんだったんだけど、誰も勝てない。僕はプレイマックスに行かなかったけど、でも情報伝達の遅いあの時代ですら、古いあのインターネットを更新するのに、サイトが更新されるのに1ヶ月ぐらいかかるような時代ですら、チャンイクスさんは伝説となったからね。だからあれだよ、武士道とか俺らが日本刀で戦争してるところに、まず空手家みたいにまずお辞儀から殺し合いを始めるところに、ガトリング砲を持って黒船が攻めてきた感じ、挨拶してたらなんか全員一掃されたみたいな、一人だけガトリング砲を持ってきたやつが天下統一しちゃったみたいな、一人でみたいな。あれ石段、ああ5連勝以上すると段位よりも店内の一番最優先されるのは店内の連勝数を重ねてる人ですね。これポール使いのデカポさんですね。2週間前の放送をしてた。一番優先されるのは5連勝以降のマッチング遅くなるでしょ。優先されるのがとにかく連勝してる人を日本中から探し出して、それに最優先されるのが店内だから、店内でこうやって5連勝以上の人で、店内今ゼオガルも5連勝以上、ちょうど秋葉原レジャーランドのこの12台ある中に7連勝してる、5連勝以上してる人がいたんで、段位とは関係なくこのマッチングが優先させられたみたいですね。おそらくこれは初めてこの格闘ゲームで、ゲーセンの格闘ゲームでオンライン対戦が始めた鉄拳7、これ連勝してる人を負けさせないとゲームセンターにお金が入らないじゃないですか。ずっとその人が勝ってたら、その強い人ばっかいるゲームセンターが儲からなくなっちゃうから、おそらく考えて編み出されたんでしょうね、バンダイナムコさんは。でもしょうがないと思うよ、もうそう、お店に優しいしよ。だってそれだったらノビと青とゼオガルがよく来るゲーセン、鉄拳セブン入れたのに全然儲かんなくなっちゃうじゃん。毎回10連勝して100円で20分
粘られちゃったらゲームセンター、せっかく鉄拳セブン今すごいお金入るのに、他のゲーセンはいいな、数字ばっかりで勝率が悪い人ばっかやってて1日で何万円も儲かってっていう状態なのに、あるゲームセンターは全然儲からないでゲームセンターが潰れちゃったってなっちゃったらかわいそうでしょ。いいのか悪いかで言えばしょうがないと思いますよ。だってゲームセンターなくなったら嫌でしょ。気持ちはわかるけど、双方にとってね、自分のプレイヤーだけのこと考えてるのは良くないよ。ゲームセンターなくなって鉄拳も鉄拳セブンで終わりですってなったら嫌じゃん。Get ready for the next battle. Tekken Tag 3待ってるでしょ。多分10年ぐらい後になるかもしれない。反省くん、ゴンらしいです。あれ、ゴンって今はリリじゃなかった。リリだよね。これはカタリーナだね。ラウンド1ファイト。やっ、昔ね、あのグラウディウス 初代の時代とか、あのシューティングが猛威を振るってた時代あったんですけど、グラウディウスとか永遠ループなんですよ。だから一生やれちゃうんですよね、上手い人は。終わんない、エンディングがないから終わんねえ。1周目ラスボス倒して終わり、2周目が始まるからね。で2周目もクリアすると3周目が始まって、永遠いくから。でそういう人はあのゲーセンからもうダメダメみたいな、50円でね、3、4時間粘られるわけですから思われてたんですよ。ノーコンキットってドラマがあるんで、ちょっと見てください。雰囲気を味わえると思います。2年ぐらい前のドラマですね。日本のドラマ、原田さんも出てます。ノーコンキット、原田さんはゲスト出演したのだけ一瞬ね、鉄拳3と鉄拳3やってる原田さんが出てくる。そう、上海ずっとやってるおじさんどこにでもいるよ。ラウンド4ファイト。やっ、何でも質問して。俺が知ってるのはね、作ったメーカーだけだから。黒剣はバンダイナムコ、スクラグはスクエアエニックス。以上。これはこの反省君はね、今あの元々エディ使いのカポエラ使いのオン、
fight. ゲーセン全然電子マネー貸しちゃったよ。この東京レジャーランド秋葉原店ね、できた何年前だったかな、10年ぐらい前に11年前ぐらいにレジャーランド秋葉原店ってできたんだけど、最初ねカードを渡されると入り口にエントランスがあって、カードを渡されて全部カードでコイン入れる、コインじゃない、あの電子マネー入れてクレジット後生産だったの昔。そしたらすごい分かりにくかったみたいで、半年ぐらいでなくなったの。あのね、黒黒杯の称号それなんだけど、待ってください、問い合わせたら、あの半分ぐらいは行ったんですけど、リップももらった人がいるんですけど、参加全員もらえる参加称号とか、なんかめちゃくちゃ立て込んでるんだって今バンナムさんの運営が。でなおかつ公式大会とかいろいろあるみたいだから、ちょっと気長に待つしかないみたいな。私千葉の有効とかも、千葉県千葉市の有効とかも後生産でしたね。ブライアン使いのホーイングさんとか、ブライアン女性プレイヤーっていうのをホーインさんとか持ってるんですか。激戦するので後生産は怖い。あれこれは、はい、あ、ちょっと僕行きます、そろそろ。ちょっとゼオガルに交代します。あ、吉光やりたい。だけど昨日負けたのがイライラしてるからな。あダメだよ、カタリナダメだよ、カタリナダメ。吉光行きましょう。よし見てみよう。お疲れ様でーす。逃げました、逃げたぜー。カタリナダメだよ。反省しよう、反省しよう俺、はい、反省してこう。いやー、じゃあなんかね、ギガース多分1時間ぐらいかな、30分ちょっとぐらいやらせてもらったんだけど、結構なんか見ててそんな面白いのかなっていう感じの試合内容が多かったですね。ちょっと待ってください、今名前打ちます、名前、俺のゼイガー、ゼイガル、声聞こえますか俺、大丈夫かな。あ、バツこれですか。ちょっと待ってください。Get ready for the next battle. あ、OK だ。あ、変わりました。
いや草じゃない、草生えたわけじゃない、存在しちゃったけど。あ、ありがとうございます。名前のこういうちょっと記入するの表示の仕方とかちょっと今習ってまして、ちょっとね、まあなんだろう、コメントちょっと見てなかったんだけど、あれどうやって見たこれ。こんにちは、こんにちはか、こんばんは。そう、気がそうでしたら結構もうきつそうなんですね。きつそうじゃないや、きついんですよ。きつそうなんじゃないんだよ、きついんですよ。きついんだけど、まあまあキャラは好きですよ。すごいコンセプト強いか、破壊衝動が全然ね、理性しかなかったけど、まあどのキャラも厳しい。ドロドロさん、あ、でも今日レオなんだ、レオやるんだ。なるほど。東京大会出たの、東京大会出ました。1回戦負けです、ありがとうございます。なんかちょっと気持ちを整える、なんだろうな、準備というか、ちょっとなーなーに挑んじゃったのが俺の範囲かなと思ってて、ちょっとそれはマスターカップとかジャパンラウンドの予選に引きずらないようにしようと思ってますね。東京予選はちょっと反省点しかなかったです。まあね、カタリーナ調整入ってもいいと思う。どういう調整なんですかね、結構難しいと思うんだよね。なんか強いのが突出でいいのかな、突出すぎてて、ちょっとまあなんだろう、そのカタリーナじゃなくなっちゃいそうな気がしますね、調整が入っちゃうと。面白かった、ありがとうございます。ギガハスね、あんまいないからね、なんか俺なりのギガハスの使い方っていうのを一応やらせてもらったんですけど、まあでも、まあ、誰が言ってもそうなるんだろうな、多分誰がやってもそうなるんだろう。センター調整余裕聞こえてる、このぐらいの音量がいいですかね。ありがとうございます。全然なかったら正直してよ。そうなんですよね、もっといろいろ使っていこう、反省してよ、反省していこう、反省君みたいに反省していこう。ギガハスブラブに確定ないの、いやあれは俺が迷ってただけで、多分66RP は確定なんですよね、きっと。ただちょっと俺に余裕がなかったんです、反省します、反省していこう。イケボ、イケボありがとうございます。アジカンとか歌ってます。あれ、全然さっきみたいに跳ねすぎてないと当たること、いやあれはそんなないっすよ。たまたま連勝補正で店内で当たっちゃうっていう、その連勝してる同士が店内で当たっちゃうっていうのは、まあ、結構 前からあることなんで、まああれはしょうがないかなって感じ。ただ川崎のウェアハウスが24時間になったんですけど、やっぱ24時間夜だとマッチングする相手が結構決まっちゃうんで、だから2段差とか3段差とか結構当たり前になっちゃいますね、相手によっては。そういうタイミングもありますね。ギガス自身で相手するのめんどくさいです。なんかこういう意見しかないけど、ギガス界大丈夫なのかこれ。まあね、まあ、女子は誰がやってもって感じだと思いますし、まあ、ギガースが一番大事なのは、まあ、ジャブかな。ジャブに始まってジャブに終わるのかなって思ってます。高橋の HRP の減らし半端ないんですね。ね、本当だよ、本当に。なんかリーチ短い上に減らないし、フレームも良くないって、なんかちょっとね、いいとこないけど、でもまあ使う場面はね、まあ、なくはないと思ってるんで、まあ使ってますね。タイムオイチとか早めのマサカップ、アラブで出ます。ヘドハンしてます。いや、QLK と QLP の使い分けが分かりません。 QLK だけ使ってます。ギガースの QLK はですね、中段の選択肢、まあなんだろう、まあ劣化版だけどクラウデの QLK みたいなちょっと使い方なのかな、してます。 QLP はコールドブレード相模からの手の下段の追尾にならねえかなって密かに思って使ってました。なくなかったですね、反省します。カタリーナ短い、使ってからいいや。まあそう、まあ、カタリーナもね、強い技が決まりすぎてるから、決まりすぎてるから、ちょっと決まっちゃってるから、相手が強い技分かってる上で戦うっていうのはだいぶむずいですね。このキャラもそうだと思います。3発目しゃがめないのはあれ、俺知らないんですよ、反省しよう。無差別の誰でもよくできるの、すいません、ちょっと
構わかんねえな。ごめんなさい、腰をお願いします。ちょっと息継ぎしようか。息継ぎします。まあね、勝てるの下段見えない。悪い敵棒だよね。そうそうそうか、すみません。そうか、66RP8000 いくつ、体感なんですけど、多分ジンの胴抜きぐらいになってて、あれは多分ハス16から18ぐらい。気持ち気持ちね、多分18。さあ、そう、知らない人とお互い同士は気まずくない。まあ逆に言えばそんなことしないとね、話す機会もないんで、まあ、あのどっかしらで出会いも生まれてるのかなと思ってます、俺的には。まあそう、まあ良く働くか悪く働くかは、まあ自分次第じゃないですかね。ゲラスの切断ってどうなのあれ。俺ちょっと怖くて使えなかったんですよ。ミラフル系使えますか。まあ、使うとしたらもう身内用の煽りぐらい。24時間あるんだ。24時間は、まあ、川崎でゲームコーナー以外にあるんで、ゲーセンの中ってわけではないですね、扱い的には。うん、ターン守りすぎって言われてるんですが、どうしたらいいですか。まあ一回殻を破ってみましょう。ターンを守りすぎ、一回試しに暴れてみましょう。もうあの頭働かなくてもね、ちょっとめっちゃ追いつかないんで、ちょいちょい飛ばしちゃいます、すいません。ねー、どこからだ。飛ばすと逆に分かんなくなりますね、これ。全キャラ全部ではありません。好きなキャラだけやってます。アスケになってるね、アスケになってますね。そう、アスケね、ちょっとあの結構一問一問本気で答えると結構時間かかっちゃうんで、あのお待たせしてる方も結構いるんですけど、まああの質問自体はすごくね、受け付けてるので、まあなんか気になったことがあったら Twitter の方とかにお願いいたします。ゲーセンで止まってくる方法を教えて。まあ、あとはなんか共通点見つけりゃいいんじゃないですか。同じキャラ使ってるんですけどとか、年近いんですけどとか、なんかちょっとしたきっかけで、まあ一声かけるのがやっぱ大事かなと思いますよ。一人できればね、二人三人で多分連鎖でできるんで、まあ俺あんまりコミュ力高い方でもないからあれだけどって思ってます。さすがのクロクロ。コメ全部拾いたいんですけど、ちょっとごめんなさい。この前ね、拾おうと思ってね、あのコメ欄が気づいたら下に行ってて、全くあの5分ぐらい前のコメントに返事してたっていう、あの謎のアホみたいなことしちゃったんで、ちょっと少しだけで勘弁してください、すいません。お、黒黒さん、すげえ、ナイスレジナイスレジャー。まあ、ジェイガーさんのアスク好き、ありがとうございます。もうちょっとあの更新頻度上げたいんだけど、ちょっとすいません、言い訳なんだけど、時間がなんともって感じで、ただ頑張りたいと思うんで、よかったら質問お願いします。スリーブモブって軸ずれしてただけに拾えるんですか。スリーブモブはですね、左の方に、45度以上かな、大体軸でずれてると、45じゃねえや、90度ぐらいずれてるとダンクインで拾うことが多いです。先輩と違っても友達になれる。下心出さなければいいんじゃない。下心出してると気持ち悪いよ、多分名産の姫と落ち込み。いや、そばやつしかいねえじゃん。ゲーセンに姫なんかいねえよ、みんな普通の人。ゲーセンの多いな、とうとうね、ゲーセンの多いなっちゃうんだ。絶対あったら友達になろうよってね。でも繋がりましょう、繋がろう。クロクロさん調子いい感じっすね。レジャーズめっちゃ光ってたな。ギガースの見せんのがちょっと分かんないですね。シャヒンってノマザ振っていけばいいですか。そうですね、そう結構聞かれるんですけど、あのシャヒンに限らないんだけど、どの技振ればいいですかっていうか、そのどの技をまず振る、自分が振りたいか、自分が振りたい技の次の選択肢は何になるんだろうってところが考えればいいのかなって思います。まずは何だろう、例えば中段のね、反対は下段だし、まあその下段を避けられ、下段と中段避けられたらホーミング使おうとか、そのどんどん自分の選択肢を更新すればいいと思いますね。で、そのどの技振りたいかはもう自分次第で決めちゃっていいと思います。楽しむためにかな。エロスと色気の違いは何。エロスは何だろう、エロスはなんか出そうとしてるんじゃない、色気は出ちゃってるみたいな、そんな感じ。
吉井光見たいんだから。ファン多すぎだろこれ。黒光、おじ光、始めたばかりの初心者はまずコンボを練習しましょう。取れるダメージは絶対取った方がいいので、まあそのコンボでね差をつけましょう。でコンボに、コンボ覚えたらコンボ行くタイミングを覚えましょう。透かし確定っていうものがあったりとか、まあ、確定反撃っていうものがあるんですけど、まあとりあえず適当にコンボ指導をフルでもいいです。で当たった時のタイミングパターンを自分にちょっと覚えさせれば、まあ伸びていくんじゃないかなと思います。同キャラ使ってる異性がいるんだけどすごく話しすぎない。本当に本当にこれなんかすげえ保険かかってるのしか見えないですけど本当にこれ。そうか、そうか、話しかけましょう。うん、話しかけよう。まあ、一言目でね小五郎を出さなければいいと思います。あの純粋な気持ちで、うん、行こう。マイナー同士みたいに。プレイボムはクロミア当てですか。安定なのかな。安定って安定だけど、まあ難しさがやばいですね。フレームがいまいちわからない。どういう仕組みなんですか。まあ、フレームっていうのは、まあ、なんだろうな、まあ、1秒より短い、1秒をもっと細かくした時間なので、まあ、その時間の中で動けるタイミング、動けないタイミングって技で変わってきちゃうんですよ。で、動けないタイミングっていうのはもちろんガードもできないので、そのタイミングに技を食らうと、まあ、技を確定で、まあ、絶対食らってしまうとか、まあ、逆にちょっと相手より早く動けるタイミングがあれば、その分攻めやすくなるとか、そういう感じですね。ちょっと難しいんですけど、すいません。山捨てはどうやら楽しくなくなっちゃう気がします。最初だと、まあ俺の意見なのであれですけど、平均1時なんですけど、俺あの終電が12時20分ぐらいなんで、もうちょいしたらちょっとあのまた黒子さんにお渡ししますね。オンラインどうなる、こなすぎじゃない。まあそうですね、マッチング率の方をやっぱ重視してると思うんで、まあ対戦できるだけありがたい部分もあるのかなと僕は思ってます。私セーブドームには参加しましたよ。何なんだよこれ、分かって聞いてんじゃん。クロエはエロスですか。クロエはエロスなのかな。クロエは、いやまだプリティなんじゃない。可愛さ、あどけなさじゃないですか。ドバイブやりたい、やりたいけどちょっとどうなんだろうな。鉄拳頑張りたいんで、ちょっと鉄拳しないみたいなとこもありますね。黒いの首から虫にかけない。ああ、鎖骨ね。黒いの鎖骨、俺も好きです。 VFJ のチームで3000勝利で圧倒して、これバーチャファイターズやばいんですよ、やり込みが本当に、うん、あのバーチャメインキャラとか普通に2万勝3万勝やってるからね。オンラインが一番ホットのは多分夕方から、まあ、9時10時にかけてで思います。全然気がする。検定検定は見えたんじゃないか多分。なんかあーまあ厳しいかな。ワンチャンでいけるかもしれないけど、まあその胸張って検定ですっていうような検定に俺はなれないと思います。あ、グロブラさんレジャーさん当ててる。ギガースの正体って100までイメテンするジュリアンさん、これやばいね。ジェイシーの次ジュやばいね。そのマスクとかそういう話じゃなくなっちゃったんだ。これはパーリーの状態があるから、いやごめんなさい、また来ます、また来ます。すぐ黒黒さんに呼んでいただければ、仕事が近いんで、また来ます。ギガースの 6LK ヒットで多分プラ4ぐらいだった気がするんですよ。なんか俺のフレームって結構なんかプラマイ2ぐらい誤差が多いので、まあ参考程度にお願いします。デガラさんは弱やらないです。ちょっとつまんなくなっちゃいました。あと出てほしいから残留一択じゃないですか。セーブドーム、あ、ごめんなさい、そういうことか。セーブドームじゃなくて、いや、セーブドームだけ友達に誘ってもらったんで、水木奈々が行きましたよ。めっちゃ楽しかったです。今回ジャックもはや別キャラじゃないですか。うん、そうなんですよね。なんかやれることちょっとつかんくなっちゃっただけなんで、弱体化っていうよりちょっとつまんなくなっちゃったなと思ってます。テイガラさん雨降るせいで鎖骨が編みするんでしょ。そうね、濡れると肌の質感がね出るからね。もううまうまですよ。ジャックは、いや結構だいぶね下の方に行っちゃったんじゃないかな。全く伸ばした、伸ばしたのか。そうか、あでも勝ってる、勝ってますね。勝ち方とかそういう話じゃないですね。勝つんですよ。ドラゴンがつまんない、つまんなくやってません。どうなんだろう、ドラはあんま変わってない気がするけどな。プラス技のプラスフレームとか増えたし、まあ、伸びさん流の鉄拳がだいぶね強く
強い挑戦になってんじゃないかな、多分。アローさんとは何回エッチしましたが、なんで前提なんでしょうね、これエッチした、ね、してません。今までジャックミーンだったんですけど、セブンではごめんなさい、マジで無理する。あーそうね、なんかなんだろうな、自戦で勝つよりぶっ壊すみたいな感じのジャックになっちゃった気がしますね。うん、ゲオス3、あそうなんだ、ゲオス3人でもいいんだ、すげえすげえ、けどそれはこの人たちが頑張りすぎなんじゃない。うん、あでもすごいな、さあ剣っていけるんだ、アリスさんかわいいっすね。あ方言なま、の、なまり、なまりいいっすね、なまりロボね。カズミのビキニは、あそう、カズミめっちゃスタイルいいのね、びっくりした、本当に。あ細さね、細さ、あそう、カズミはなんだ、エロいじゃねえや、色気、色気だと思います、カズミは色気、出ちゃってる。シェフの人は無駄しだけになってきますね、確かにね。なんなら生ロー欲しいわぐらいの気持ちです。俺のお気に入りのコス、お気に入りのコスってなんだろう、ごめんなさい、わかんないです。サヒに挑戦するのはどうなんだと思う。そうだな、結構なんかどうなんだっていうか、俺スネークイーンをもっと立ち回りでガンガン使えていけるように挑戦してもらってほしいなって思ってます。構え系のキャラになってほしいな、俺は。木の日7派ですか、水木7派ですか、ベクトルが違うよ、ベクトルが。最近はドキドキしたらいいよ、まあね、そういう人もいますけどね。まあ俺は結構楽しんで使えてます。エロスはキングに、まあ、人によるし、まあ確かにキング使いは確かにキングにエロス感じてんのかもな、そういう部分はありますね。アーブスライディングね、中に。あーモキュー、そうモキューね、水木奈々は好きなんですよ。日本にワーキングホリデーで1年間いたんですけど、1年間いる前は俺が友達にチケット取ってもらって、あれ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 、なんだっけ、水木奈々のなんだっけ、あれ桜木町じゃねえや、館内の方のライブに一緒に行きました。水木奈々のためだけにモキュー来日みたいな感じでしたね。パロスって何、バロス、バロスか、バロスない。女子にお弁当作ってもらいたいですかって、誰目線なんだこれを。あ、ジェナラさんの、あ、どうもありがとうございます。ちょっとだいぶ走っちゃってるけど、すいません。まあなんか質問とかでよろしければ、何度も言いますけど、あそこの方とかに行っていただければ嬉しいなって思ってます。カタリーナの張りはもうちょい何とかして、あれね、そういう人ね、なんかそいつが謎のプレッシャーある、なんか、うん、あ、こいつやる気だみたいな、それは確かにきつい。シャヒン作業、リーよ、いや、シャヒン作業でね、ヘドハンブンブン振り回す、リー帰ってきても誰も喜ばないんじゃないかな。そろそろ、そうなんすよね、あと10分ぐらいしたらちょっと一回さよならって、よこの枠で僕、一回帰ります。また来させてもらうと、払いたいんで、まあよろしければ、ツイッターとかで今日行けますよとか言うんで、まあ見てくれればなって思ってます。黒倉さん勝ってんのか、おお勝ってる勝ってる、シゲルって何、あミゲルか、そうか確かにね、ミゲル欲しい、いいやつやな、ありがとうございます、いいやつです。レベルはマスターカップになる、大きいよ。マスターカップはまあ青さの確定で、まあ一応ちょっと個人的に面白いチームになってると思うんで申し訳ないんだけど、ちょっとまあエントリー表見るまでのお楽しみって感じでお願いしたいですね。のびさんは多分いつものメンバーじゃないかな、日本トップ5みたいな、もうガチガチの韓国ルコロスみたいなチームで出てくれると盛り上がるんじゃないかな。よっしゃ、チームローで蹴られたいです、何の質問なんだよ、何なんだよ、蹴られたいよ。ネゲルは出ると思います、まあ人気なのかな、人気あったと思うし出るんじゃない、多分出てほしい、俺は好きですよ、ミゲル、シゲルか、シゲル。一番好きなキャラ、好きなキャラって言ったら俺ギガースなんですよ、多分これで男と女の枠埋まるんで、そういうことですね。剣したい、その剣でね区切るのはやめよ、剣とか関係ないから、もうその人だから下切りしてるのは関係ないっすよ。新キャラ、ピンポン松本なのか、急だな。
JT いくら？あー俺地元が50円なんで1000円やらないぐらいですよ。あの仕事帰りに 2,3 時間しかやらないんで俺そんなにできてないですね最近は。はい結婚しよう。デカキャラ好きなのかな。ギガースのなんかなんだろう、あの頭悪そうな感じがすげえ好きです。福岡のサブカル率高くない？そうなの？まあサブカーなのかな本当に。どうなんだろう。まあそれは見ないとわかんないんで何とも。横ベッチですか？お尻です。ありがとうございます。この枠でそうですね、今日はちょっとあと何分ぐらいであの終電に向かわせてもらおうかなと思ってます。セブンの中はコンボットマンサー、ドリフト可能さ、そうね、なんかあの単純作業みたいな感じがねちょっと俺も嫌ですね。もっと楽しくなってほしいな。限界は行った方がいいんですよ。連れてってください。出るんじゃない？出るのかな川崎クミンってやばいな。もっと狭くなったな。川崎クミン俺なんですけど、マジか。ごめんなさい、見かけたらちょっと注意します。あ、やべえ、またコメント流れてる。あーなんかコメントくれるの嬉しくてね、ちょっと返事しちゃうんだけど、ごめんなさいね、遅れちゃったわ。そうだな、なんだなんだ、なんか全部返事しないと逆にどれに返事してか分かんない。1000円で 2,3 時間、いやでも休憩含めてますよ、1000円で。何のお仕事？俺クリーニング技師の見習いやってます。あのアイロン握ってます。アイロンでね、芝伸ばしてますよ。うん、そう、ギガさん一緒にいたよね、かわいいよね、ね、うん、あの、なんつうの、あどけなさね、そう、あ、そっか、確かにギガシケツマルだしやん、それは確かにエロさだわ、エロさ、50円意外と増えてきましたよ、その、大きい系列系のお店以外は結構50円多いかな、多分、ギガさんみたいな、あんためっちゃ得意、それは多分、あの、使ってるよね、なんかね、裏のね、シートみたいな。一番好きな乗り物、興味あんのこれ、マジで。一番好きな乗り物は、なんだろう、三角ロックじゃねえ。好きな乗り物は、まあ、車かな、車、友達に乗っけてもらうの好きですね。好きな教科は国語でした。結構得意だったと思います。おい、なんか、黒倉さん、めっちゃいい感じじゃん。めっちゃいい感じで勝ってる。何でも答えて、なんか、そうですね。なんか、返事の配分が難しいけど、俺、コメントくれるのすごい嬉しいんで、ありがとうございます。シワ伸ばす、まあ、シワ伸ばせる技術は学んでいきますよ、じゃあ。おじのためにね。うん。レイチャーツ光ってるんですね。あと、多分2分、1分か。あと1分で、一回お邪魔します。また、近いうちに、したいと思うのでこんな感じでよければコメントまたくれると嬉しいですね。大丈夫かな、ちょっとあ自分で見直してみよう。大丈夫かな、おしゃべれてますかね。ありがてー、はい、コメント本当にありがとうございます。好きな人いますよ、頑張りますよ。でまあ秋の方またちょっと宣伝みたいになっちゃうんですけど、 Twitter のねツイッターからあっちの方によろしければ質問してもらえればもう今日よりもっと濃い内容で返事ができると思うので、もしよろしければそちらで聞いてみたこととかこれ聞いてみたいなって思っていただけたらあっちの方お願いします。今日は本当ありがとうございます。コメントとか前回もいっぱいいただけてすごい嬉しかったです。もうなんか返事全部したいんだけど、とりあえずまた今度の動画でお疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でーす。
Round 1 Fight KO Round 2 Fight KO Round 3 Fight안녕하세요. 안녕하세요. 레가르君は 終電で帰っちゃいました。 Round 4 Fight さすがガル君が。 東京ライケです。KO Final Round Fight。 かっこよくないライケ。こいつだってなだろ。東京ライケ。暴走機関車のび無敵艦隊 U 巨雷艇パンチラッシュかっこよすぎねえか。プロクロさんは普段強いんだよ。リベンジマッチ Get ready for the next battle。 あるでー、ゲーム復帰。3000勝ドラグノフだからね、たまらん。 Round 1 Fight。 なんか安心してみてる。じゃあ10連勝しようじゃん。やばいんじゃねえか、ちょっと今日。いいね、めっちゃ抜けるやん。じゃあ空気がさ、マイナス13でしょ。さすがにゴミじゃないか、13は。ドラ対策はまあ、そうだな、そうね、しゃがみ、シャープナーを頑張ってしゃがむこと。見てしゃがむっていうか、遠くでなんていうのかな、スカル距離で受けてる人もいるから、シャープナー見てしゃがんでシュートも入れたり、まあ余裕あれば浮かせたり。マイナス13ふざけすぎだよな。ラウンド3ファイト。もう何でも上がる系になってくるね。エロスと色気の時間、やっぱりそのエロスと色気難しいな。エロスと色気、エロスからもうエロスは杉本彩、エロスは杉本彩、色気は牧陽子、牧陽子と杉本彩の違いと思ってもらえれば。 KO Round 4 Fight。そういうことでしょ、心理だろ心理。マキヨーコは古くねえだろ。杉本彩なんてもう性欲お化けだろ。KO Final Round
喋ってるのパンチラッシュと申します。名前だけでも覚えてくれる。もう何でも当たるね今日の黒倉さんは。パンチラさんは何歳なの。まあまあまあ20代です。パンチラッシュってほんと後悔してるから俺名前つけてるの。ダセーし。ほんとダセーよなパンチラッシュって。ほんと嫌いだわ。あれあれ10連勝の節目に光る黒黒さんの玄武チャレンジ。ラウンド1ファイト。パンチ出したことありません僕。カンモロならありますよね。最高の。ここで負けるのはね一番ないよ。そうそうそう、ここで負けるのが一番ない。今完全フラグだけどねこれ。わあ美味しいねこれは。終わる？うわ終わった。ラウンド2ファイト。ザワザワするだろ。見えてるけどダメ。リフレ対戦4じゃないでしょ、対戦5だから。もう何でも当たってない、すげえ噛み合ってる。ああもうノリノリだ。もう手つけられないよこうなったら。こうなったらもう手つけられない。ラウンド3超残爆超残爆符らしき手も広なんですかね。日本語で OK。 まあ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 今な普通だったらテトだ。日和お日和バックダッシュしちゃったね。もう全部当たる。ああ、もう全部当たる。やべ向こうのも全部当たってる。なんだどつき合い、どつき合いだ。大丈夫か。あれ全然ある全然ある。いつもの黒子危ねえ。ノーガーだ魚雷対決。オッケー全部当たるんだよ。打った方が勝ち。いいね。ほい振らなきゃいけないんだここで。そう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 、振れ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 。あーもうもうダメだ、もう勝った。ビビっちゃダメ。そう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 、それでいいんだよ。ゲームオーバー。100円投入しちゃった。黒黒さん負けてないのに。うーわー100円投入してんよ。分かってない、内容はグダグダ。分かってない、全然分かってないよ。何一つなかったよ。よしみし、これ実況する価値あるのかこれ、果たして。今日の黒黒さんは違うぞ、一味も二味も違う。でも俺の魚雷式をやっぱ伝授したからね。魚雷式海岸
よしみつはまあ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 見てなさい。ラウンド1ファイト。楽しそうだろ、よしみ使ってる時のクロクロさんは。子供のような少年のような目をしてる。子供のような目、心の底から楽しんでるね、鉄拳を。ラウンド2ダーク楽しいよね、うまそうか。深い読み合いが続いてるやん。 QLK、 QRK は左だ。あ、でも右でも多分避けれるな。無理か、無理かな。そんなでも横に強い印象はないな。楽しそう。そんな横にさ弱い強い印象もなくない、あんまり見た目だけで。もうすごい楽しそう、もうバレリーナキックだもんだって。あーあーあああああ、はい、キャンプライ。あ、そう、横弱いよあれ。13ふざけてやる。13やぐら落としてよね。もう遊びに入ってる。ビュー、かっこいい、かっちょいいね。キングカタリーナのハイキック2発目から当てみておりますよ。ドラグノフで。これの、この人も2580勝やってるし、いかつ昨今のドラグノフ使いは。バカやべえな。KO Round 2 Fight。 すげえ楽しそう、よしみつ。絶対やりたくないけど。はいはい、ズバーン。 KO Round 3 Fight。魚雷のぶれ、プレミアだぜ、魚雷出たら。サムも出てくるかよ。サム柄の魚雷が出てきたら確定だから。KO Round 4 Fight。うまいな、コンボが。何それ、いやーかわいい、うまい、どっしん。あ、しまえんだあれ。いけー、これは。やーはー、ずっと俺のターン。楽しいよなこういうのは、やってる方は。
そうだね。だから、ま、ラブさんがマイナス9フレームから プラス9フレームまでは吉光のターンって言ってた昔。ブレードがあるから。そうだろ、ラブさんが言うなら間違いねえよな。ラブさんやってますよ。そう、潜れば。って家じゃないの。携帯から見て。だから全部逆二択みたいな読み合いになっちゃうから。相手側が。もう終わった。イラって同じじゃないの。これだ、ここ変わんない。楽しく You lose。 Get ready for the next battle。100万個ガーフはバウンディを超える。何それ、それっぽい死いわくみたいな。あーこれだよね、ほんとアリサ殺し。ラウンド2くださいと言わんばかりの。なるほどね。減るね。ブレード確定。あーすごい。まさかブライト。あーうわっ、やる。ラウンド3ファイト。いかついな今の。釣られたくまーす。あー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 、なんで同じ過ちを。魚雷チャンネル
速度もないこの睨み合い抜けれない。ゴーブぐるぐる、おまだやってくるか。いきます。ケゴーン、ケゴンだろうが。これ負けですよ、ほらこれ負けです。いきます。流れかも。あーなんだこれ。いきます。おいけ。ラウンド4ファイト。ビュンビュン確定。起きやっぱー。わーうまい。何やってんのこの人は。うわいきます。かっこよすぎる、かっこよすぎる。ひとしやマジでかっこよすぎる。ひとしや、魚雷探知機には引っかかった。迎撃。Get ready for the next battle. 魚雷探知機には引っかかったね。空中戦がすごいな。ラウンド1ファイト。いきます。やりたいことやってるもん、黒黒さん。もう手つけらんねえよ、俺には。浮くのかい。ほらノリだよ、ノリ、魚雷。俺実況できないよ、俺これなんかギャーギャー言うことしかできないんだって。実況むずいよ。よく簡単にやってるから黒倉さんとか、よくできるなって思うよ。本当にむずいよこんなの。いや、熱殺。ラウンド2。魚雷っていうのは、まあ、いわゆる命を命と思ってない。思てれんや魚雷。オジの実況こそノリと、そうだね。いきます。やーし、喉が痛え。もう魚雷もう何でもありじゃねえかよ。なんだ魚雷実況って、そんなんねえ。うわやべ魚雷。はい魚雷、魚雷チャンネル。よーし、上半身だけ回った今。ファイト。サックル取れんの。おい無謀かなる実況。明日を捨てた、今日を生きるために明日を捨てたジャックハンマー。ギュル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 ドーン。おお、確定を捨てた、確定を捨てて今下段に来た。魚雷、彼もまだ魚雷。日に30時間という無事を乗り越え、ダイヤモンドのような。なんだここは。極限セブン、極限セブン。イランサじゃん。ふん、じゃあ指切り現場。
どれのことなんだ魚雷って、どれのことだ。もうコメントの8割が魚雷なんだけど。ラウンド1ファイト。そう、施設幻満なんだよ本当はね。指切り幻満じゃなくて。Get ready for the next battle. まあそう言いたいだけだね。Round one. すげえ効力ない巨雷。何巨雷って。かっこすぎだろなお前。めっちゃ減ってるこのコンボ。なんでもないのにこのコンボ抜けれない。こっからの初入れの起き上がりが安定。バシャン。あーまあまあまあやってないね。ちょ、ヒューガ砲とかね、草薙砲だっけ、すげえ魚雷を怖がってますよ。魚雷みたいなの確かいっぱいあんだ。うまい。八位で起き上がりホーミング食らわないらしいです。魚雷、魚雷3連発3段構え。八位での起き上がり、それよ魚雷砲。牛若強いね。しゃがんでいる。もう吹雪がさ目の前で浸かる。すぐラウンド4ファイト。よー魚雷キック。これは必殺の場合。なんだよこれ、全部ハイキックで相打ちじゃん。いいねいいねいいね。そう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 、行こうぜ。そう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 、あっピコロさん、うまい。お前との半年間悪くなかったぞ。ピコロさん、長老もあのグルンってホーミングも食らわないらしいですよ。ラウンド1ファイト。これだってさ、体レイジから回復したらレイジ消えないから、体力満タンの吉光が、体力満タンレイジの吉光が出来上がっちゃうんだよ。体力満タンでレイジやつ撃てるんだよ。やばない？そう考えると。ラウンド2試合には負けたけど勝負には勝った今のは。開幕ステップからあるね。開幕ステップからの回復して、そん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 回復して、まるで魚雷命を知らん。
さながら魚雷のよう黄金レゲエ 2RK のドッスンからのなんだっけハルクスキックは黄金連携にも程がある。多分割れないんだよ確か。ラウンド4ファイト。ハロチューズはニコニコ終わり。KO Final Round Fight。はい、Twitch user、Thank you watching! Today's streaming finish! ニコニコは終わりです、もう。もう、レジャーランドもあと7分しか使えないんでね。またやるんで、See you next time! Bye bye!